どうも、しゅんです。こんにちは。今回はキャンパスキャリアさんとのコラボ企画第3弾なんですけども、本日はですね、強力な助っ人にもお越しいただきまして、人材研究所の曽和さんにお越しいただきました。本日はですね、曽和さんに ES の添削をしていただこうと思っています。同時に、石川さん、人生初めてのエントリーシートを書くということなので、22卒で大手5社から内定をもらった池田くんのエントリーシートも、曽和さんの方にフィードバックをいただけたらなと思ってます。エントリーシートって何で書かなきゃいけないかっていうところと、あとエントリーシートでどこを見てるのかみたいなところを教えていただきたいなと思ってます。はい、まず、エントリーシートって20、30年前だと思うんですけど、はい、ソニーさんが学歴不問で、履歴書じゃないものに代わるものとして出たっていうのが最初なんですよね、はい、だから学歴だとかその属性とか以外の部分を書くためにっていう企業側の多面的に人を見たいっていう願望のゆえに出してもらう、ね、はい、なので結局エントリーシートっていろんな質問があると思うんですけど、はい、それは全部あなたはどんな人ですかっていう質問の変形だと思ってくるが良くて、うん、どんな人っていうのは、それを分けるとすれば、性格、能力、はい、価値観ですね、この3つに対比されると思うんですけど、それが感じ取れるようなエントリーシートだったら、企業側の目的にはかなってる、そうじゃなかったらどんないいこと書いても実はあまりない。性格、能力、価値観を見られてるんです、ね、性格、能力、価値観で、どれが一番って言われると、仕事で評価する際っていうのは能力になるんですけど、ただ新卒の場合っていうのはね、まだ能力は、ポテンシャルでいいですとか、まだまだ今は潜在能力でもいいよっていうのもあるので、総合的に性格が文化になってるのかとか、能力が仕事になってるのかとか、価値観がその理念になってるのかとか、このあたりを見られるっていう感じですね。はい、エントリーシートって今世の中に、それこそキャンパスキャリアさんもそうですけど、合格者の ES っていっぱいあるじゃないですか、はいはいはい、でそれを参考にしてみる方も多いと思うんですけど、結構もう検索しまくったらある程度質のいい ES 出せるから、そこの中で判断できるのかなって思ったりもするんですけど、ES はそれで受かるでしょうね、ES 取るのはいいんですけど、その後が多分大変で、結局 ES っていうのはその人の性格、能力、価値観を表すものとすると、面接でじゃあ今度いろいろ聞かれたら別の性格通り価値観になったりするじゃないですか、そうすると一貫性がなかったりとか、この人自分のことを本当は分かってないんじゃないかと、自己認知ができてない、で自己認知ができてないっていうのは結構面接の評価においてはかなり低評価なんですね。自分のことを分かってない人ってなんか苦手なものも分からないから、成長力とか学習能力ないとか、チームプレーするときにポジショニングとか役割間違っちゃうじゃないですか、チームワークも下手で、自分のその価値観とか考え方とか分かってなかったら、物を、客観的に見れなかったりとかするとか、いろんな問題があって、その自己認知ができてないことっていうのは、それがいきなりこう採用の合否に関わるんですよね。でそういうことが、自分と違うものを ES で書いちゃうと、 ES 取ってもその後で問題が起こってくるんで、やめた方がいいですよね。はい、ちなみによく聞かれる質問項目って3つぐらい挙げていただいたり、面接と変わらないんですけど、一番聞かれるのはいわゆるガクチカってやつですよね。学生時代に一番力を入れたことは何ですかっていう、過去のエピソードを聞こうとする質問ですけど、それが一番多いとは思いますね。あと自己 PR を言ってくださいみたいな言われ方をする場合もあるし、強みとか弱みとか特徴とか教えてくださいっていう場合もあると思うんですけど、自分が思ってる自己像みたいなものですよね、これを聞くっていうのが2つ目ですね。で3つ目としては、志望動機もしくは選社基準で僕は言ってるんですけど、会社とか仕事を選ぶ基準ですね、そういう就職志向に関係するものですか、就職における価値観を教えてくれっていうような、もうこの3領域だと思います。ということで、大きくそれに沿った質問にエントリーシート書いていただいたので、大体石川さんの方から読み上げていただいてもよろしいですか。質問が、困難を乗り越えた経験を教えてください、またそこから何を学びましたかということで、250文字以内です。私が書いたのが、先のことを見据えた上で主体的に行動し、自分を客観視して行動することの大切さを学びました。私はいろいろなことに手をつけすぎて物事を中途半端にしてしまう傾向があります。例えばアルバイト先のコーヒー店で飲み物を作っている最中に他のお客様から注文をされ、作業を中途半端にしたまま対応を行いました。
その結果、作っていた飲み物を注文されたお客様からクレームを受け、店全体に迷惑をかけてしまいました。このことから優先順位を立てながら、一つのことを着実に終わらせてから次の行動に移るように心がけていますといった内容を書かせていただきました。247文字、文字数的にはすごいいいですね。ということで、石川さんの初めてのエントリーシート、総算的に通るか通らないか札をお願いします。まあ、これで先行しなきゃいけないんだったら、まあ、期待も込めてですけど、バツ。もう、すみません、会社によって違うと思うんですけどね。はい、ちなみに、自己評価的にはどうでした？結構、具体例をあえて多く書いて、具体的に書いたつもりで、最初から結論を持ってくるってところを意識して書いたので、まあ、文字数的にも、まあまあ、自分的には頑張ったかなって感じはあったんですけど。バツなんてありえない。でもなんか具体的に書いたっていうふうに気をつけたっていうのはすごい面白いですね、うんうんうん、なぜかっていうと具体的に書こうと思ってもなかなか具体的に書けないでかなっていう気はしましたね、はい、なぜダメだっていう話にしたかっていうと、はい、まさにその具体的事実が書けてないからなんですね、はい、で先ほど読んでいただいたことの中で具体的事実書いてるところっていうのはアルバイト先のコーヒー店でから、店全体に迷惑をかけてしまいましたっていうこれだけなんですよね、うん、で前の方に書いてあるものとか最後のまとめみたいなところっていうのはこれあってダメってわけじゃないんですけどもちろんこれは抽象的な言葉ですしあとまあ解釈ですよね。基本的にですね選考する際に事実情報からしか評価しないんですよ、うん、何でかって言ったらこういう解釈とか意見みたいなものって何とでも言おうと思ったら言えるじゃないですか。だからその何とでも言えるものが綺麗に見えたからっておおいいじゃんってやってたら、まあ、選考にならないので、うん、となるともうこれパッと見てそのこれは全部参考情報に過ぎないというか、まあ、ほぼ読んでもそこで評価しないんですよ、ね、だからまずそんだけの分量しか評価対象に当たるところがない、うんポイントですね。あと具体的なところがどうだったかっていう話だと、はい、まずめちゃくちゃ短いある一瞬の出来事ですよね。これ2、3分の話ですよね。ここで発揮できた能力とか学べたことっていうのが会社に入ってから もう再現されるかっていう再現性っていうんですけどそういうものが書かれてないと3また情報としては薄いんですよね、うん、この 2,3 分でなんか1回できたこととか、まあ、できなかったことっていうのがその1回限りかもしれないしずっとどんな場面でもこう発揮できるんで浮いたものとかこれだけで分からないんですね、うん、だからできるだけ長い期間にやったことをこの具体的な事実確認しても書いた方がいいんですけど、うん、なんか短すぎるかなというふうには思います。はい、であと内容も困難を乗り越えた経験とかあと何を学んだかっていうのはこれ ES の中でもよくある質問なんですけどこれまあまあ引っ掛け問題で失敗した経験を書いてだからこれが大事だってことが学んだっていうこのパターンが多いと思うんですけど、はい、石川さんがまさにそのパターンですね、はい、でもよくよくその学んだってところを全部無視してあと事実のところで、ね、やったら単なる失敗話が書いてあるだけなんですよね、はい、そこから何か強みとかいいところっていうのを探ることっていうのができないなっていうことですね。じゃあどうすればいいんですかね。学んだことっていうのを失敗したからこれが大事だって学んだんだよで失敗したからじゃあこれはどうだあれはどうだって試行錯誤してみてうまくいったまでいったことでエピソードを選ばないと今みたいにダメだっただから大事だって分かってで大事だって分かったからって言って学んでることが分かんないですよね、うん、そうじゃなくてある程度の成功体験から学んだことっていうのを言わないと多分こういうことになっちゃうんですよね。あと他のところの今度は細かいところなんですけど、はいいろいろその事実を書くことを邪魔する表現がいっぱい使われているんですよね。でそれは何かっていうと抽象的な言葉だったり抽象的な概念の言葉だったりとか形容詞とか比喩表現みたいなものなんですけど例えば先のことも見据えるっていうのはこれ比喩表現ですよね。先のことも見据えるっていうのは物理的にこう目を遠くにやって先のことを見据えたわけじゃなくて何か具体的な行動をこういうふうに表現したわけですよね。で主体的に行動しみたいなのを自分を客観してっていうのも全部抽象的な言葉なのであんまりこれで何かを判断しようというふうには思わないとか判断保留にする言葉が分かるんですよね。だからそういう抽象を加えた方がいいですし、あと形容詞っていうのは、まあ、例えば長い間やってましたとか大きい店で働いてましたとか難しい試験にしたとかっていう
回来ちゃいがちなんですけど、それってなんか大きい店って20席なのか100席なのかとか、長い間っていうのは1週間なのか2週間なのか1年なのかで全然こう難易度も違うし評価も違ってると思うんですよね。で難しい試験でも何パーセントの合格率なんだとか、そういうふうに言った方が多分いいので、形容詞はあまり使わない方が具体的にどうかなっていうのね。であと比喩表現っていうのは、例えばよくあるのはお客様の声に耳を傾けてお客様に寄り添って提案をするようにしてましたとかっていう話をしたりする人多いんですけど、何かの具体的な行動を設定、例えば話して表現してるわけですよね。これはイエスとか、まあ、面接でもそうなんですけどやめた方がいいって、その自分が何かイメージしてそれを耳を傾けるとかっていうことなんで、そこを書かないとイエスとか採用面接ではダメなんですね。はい、だからこういうような相手がイメージできる具体的情報っていうのを本当に書いていかないとわからないので、うんうん、まあ、これをできるだけ確認しましょう。で、そのためには最初の2行とか最後の2行とかっていうふうな、その具体的事実以外のところっていうのをいかに削れるかっていうのがポイントで、これ250文字ってすごく短い文字じゃないですか。だからそれを前提とするんだったらもうここ削るしかないんですよね、はい、だから極端な言い方をすると最初の2行と後ろの2行は全部いらないんだ感じだったりするんですけど、それを全部捨てたら今言ったできるだけ具体化しましょうといったことが、このアルバイト先でのコーヒー店のエピソードで書けるんですよ、うんうん、はい、こういう修正をすればイメージができるようになって評価高くなるんじゃないかなと思います。じゃあもうポイントとしては、まあ、そもそもエピソード選びが、まあ、長期的な継続した経験の方がいいっていうところと、あとは挫折してから次のアクションまでしていることを、まあ、書くっていうところと、まあ、抽象的な形容詞であったりとか主観的と取られるような文言は使わないっていうところが、まあ、大きくポイントっていうところですね、はい、どうですか今のお話聞いて。いやもう最初の一文で結論バーって分かりやすくって思ったんですけど、なんか変に格好をつけない方がいいってことですよね、うん、ね、あの結論ファーストとかも別に悪くないし文字数がいくらでもあるんだったら読み手にとっても親切だと思うんですけど、でもそのために本来伝えなきゃいけない事実情報が文字数が少なすぎて書けないっていうのが本末転倒だと思うんですね。で、あと最後のまとめみたいなものっていうのも、例えばこれがガクチカだったりとか自己 PR だったりとかした時にはそのまとめの文章とかも本当は究極的には削ってもよくて、それよりも石川さんがどんな場面で何をやってきた人か、この事実情報をもうとにかくたくさんくれっていうのがこっち側の気持ちだったりするんですよね。書いて読んだだけでその人がどういうことをやってその場でどういう感じなのかっていうのでイメージできるように書くっていう、ね、あ、そうです。分かりやすさっていうのは採用担当者にとっての分かりやすさっていうのはイメージできる、まさにおっしゃったことなんですよ。で、多くの学生さんが考える分かりやすさっていうのは言葉の意味っていうものをこう読んだら分かる、意味が分かるを分かりやすいっていうんですけど、採用選考だとイメージできるっていうのが分かりやすいことなので、これ間違うんですね。全然こう抽象的なこう言葉を並べると意味は分かりやすいですよね、うん、ですけどイメージはできない。そうすると0点になっちゃうんですね。確かにイメージの齟齬が出ますもんね。ちなみになんですけど、キャンパスキャリアさんとかにも載ってる合格者の ES とかってあれってどういう風に活用すればいいんですか。書いてある内容自体じゃなくて今言ったような書き方ですよね。その具体的事実と、そうじゃないものの比率はどうなっているのかとか、うん、その文章の構造、はい、今さっきの結論ファーストとかもどれぐらい完璧にねやることによって具体的事実を書くスペースを確保しているのかとか、うんうん、内容自体っていうよりはその表現の仕方みたいなところに注目した方がいいと思うんですね、うんうん、はい、はい、ということでエントリーシートでよく聞かれる質問、学知か自己 PR 志望動機以外も突飛な質問という形でなんかその企業独自に聞かれることもあるので、キャンパスキャリアさんのサイトで加工問であったりとか、まあ、合格者のエントリーシートみたいなところも見れるのでぜひ見ていただけたらなと思います。ちなみに突飛な質問の中で、それこそ50年後のあなた、孫にこっそりと伝えない人生で大切なことであったりとか、他の人からはどうでもよくないと言われそうだけど自分の中で大真面目に考えていることは何ですかっていうところっていうような、まあ、突飛な質問みたいなところも聞かれることがあるので、まあ、受けたい企業の聞かれるであろう過去問をチェックするってところは選考対策としては有効なのかなと思います。はい、ということで後半の動画では実際に合格者の、まあ、エントリーシートの添削という形で池田くんのエントリーシートをちょっと添削していただけたらなと思ってます。本当に丸だと思う
思います、はい、はい、それは最終形だけあるなっていう感じがしますね。改善点とかないですか？改善点、まあでもね、ないですね。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。